ゲーム TV。 ドッソーマジャです。今回はアイドルデスゲーム TV っていうゲームをやっていこうと思います。このゲームね、PS ビータの、ね、ゲームなんだけど、もうこのゲームをやるためだけに PS ビータ TV を買ってきたからね。 PS ビータ TV 思ったよりもちっちゃくてびっくりしたわでこのゲームはね、ちょっとね、みんな多分大体予想はついてると思うんだけど、まあアイドルがねデスゲームをするんだよっていうテレビ番組をやるのかわかんないんだけど、まあよく説明はよくわかんないんだけど、まあちょっとタイトル的にねすぐにちょっとね惹かれてしまったもんでね、すぐ買ってきてしまいました。でね、このゲームね、すげえ、待って、タイトル終わっちゃった。でさ、このゲームでこのゲームね、なんかね、巷で噂のクソゲーらしいんで、まあそれもね、まあ実況だとどうやって、なんかまあ結構楽しめんじゃないかなって思って、なんかすげえ、これをスクロールするだけでめちゃくちゃ喋ってんだけど、まあゲーム始めます。このゲームまだ発売から1年経ってないのにね、なんかもうすでにめちゃくちゃ安く売ってたわ千春編かな。この千春編しかまだ選べないんだよね。ちょ、これやってきます。1,2,3,4,5,6,7人だね。7人いて、まあこの千春ちゃん、まあオーソドックスなクソ美少女だね。そのこの女の子、ちょっとクソ美少女ってクソ口悪いな。プロジェクト47、待って、めちゃくちゃなんか読みづらいなこれ。福島県出身なのね。会話の選択、そういうのもあんだ。なんかね、すげえ楽しみなんだよね。このゲームをね、POD の会場か。こういう風にどんどん進んでいくのね。あ、これちょっと押して。マリコさんとシーちゃんはどこだろう。急がないとね。こういう風に進んでいくのね。オッケー。おお。始まり方がすげえ意味わかんない。あ、横にしか移動できない。これさ、下手すればパンツ見えるよね。ジャンプボタンねえのかな。いけない。いけないし。特にボタン押しても、おお、びっくりした、お前いきなり佇んでんじゃねえよ。みんなどっちタイプ、この3人の中で。俺普通にね、真ん中かな。真ん中が一番可愛いかな。左多分ロリだよね。この子がいいと降りた瞬間、みんなにキモって言われそうだもん。話しかけよう。まあ今当たり前だけど、今のところクソゲー感はないな。普通に面白いな。忘れ物を見つかったあ、もう友達なのかな、こいつたち。もうでも殺し合いすんだよね。ええ、座席に置きっぱでした。撮影スタッフさん、もう準備できてるっぽいな。こんな山奥までご苦労様だよね。それはしらせたちも同じだよ。しらせってどれだ。まあ名前的に多分この真ん中の美人さんかな。東京からロケバスで2時間半だもんね。はあ、DOD って遠いな。ドリームオブドリームの略だったはずだけど。あ、出た DOD って、その O の部分を小文字にする、若干洒落た感じにするやつね。観客もいないみたいだし、夢の舞台にしちゃなんか寂れてないこれ夢の舞台こんなとこだったら最悪だろ。古くせえな。私はこういうのも渋くって好きかも。ポジティブかよ。あ、おはようございます。関東のチームハッピーですあ、これ3人グループか。これでよろしくお願いします。それ胸がでけえな。おはようございますいきなりアイドルぶってんな。あ、アイドルか。もう夜だけどね。まだ慣れないよねこいつら殺し合いすんだな。何今の。おはようございますって誰か来たんじゃねえの。これなんもないんだな。ボタン押しても何も起きないんだけど急にくだらない行動するかんね俺。また話しかけれっけど、なんか変わんのかな。なんか変わるかなロードが結構長いんだな。あ、でも何なんだろうこのお屋敷。すげえな。なんかクラシックって感じだよね。ああ、大正時代に建てられたそうよ。昔はホテルだったらしいわね。去年は埼玉スペシャルアリーナだったのに、最強アイドルグループプロジェクト47のビッグイベントなのに。これってやっぱり予算削減予算削減でいきなりこんな場所か。わからないけど、 DOD は内容も会場も毎年違うから。4年前の第6回なんて大磯のプールで水着運動会だったし。それいいじゃん。それ男子はすげえ喜ぶぞ。大会に歌合戦、早食い競争なんてのもあったんだよねこれもうじゃんけん大会とかもうあれだよね。あの APB だよね。完璧に。今年は何やるんだろう。っていうか
台本もらえてないなんてありえないよね。番組プロデューサーの意向でしょ。なら仕方がないよ。でもさ、 DOD で優勝したらパーフェクトライブのセンターなんだし、事前に対策とか練っときたいんだけどな。この会話の後のこの不穏な雰囲気何なんだよ。こいつら俺がいないと話さねえのかな。この二人ちょっと距離があるけど、もう進むか。ここはまっすぐ、ここ入れないのかな。入れない。え、なにこれ。いけないんだけど。いちいち話しかけるんじゃなくて一発で終わらせてくんねえかな。ダメかな。いけないね。で、今もこのゲームさ、昔2年ぐらい前やったさ、パンツ取るゲームあんじゃん。見た人言う、知ってるか分かんないけどさ、パンツ取るゲームの同じ会社なんだよね。あっち同じやっけ、違うっけ。まあ、いっか。これさ、また話しかけないといけないの。センターか。だい、ダメダメ。君はセンターよりか多分、2番手らへんかな。誰もが夢見るパーフェクトライブの主役。ああ。なんそれ、やっぱセンターがいいんだろうな。センター恥ずかしくね。うちのチームから3人も選抜メンバーに選ばれたんだし、絶対に決勝まで勝ち残ろうね。あ、これで殺し合いが始まったらもう楽しいな、これ。俺は楽しみだぞ。この今仲がいい感じだけど、後々もう殴り合いしたりしたらもう楽しいぞ。俺はクズだからな。デビューしていきなり B ランキング5位だし、 BOD 選抜も当然でしょ。知らせは15位だけど、デビューイヤーだからそれもまあわからなくはない。全然意味わかんない。私は18。嘘、そんなに低いの。どう考えてもありえない。え、そんな低い。マリコさんは現役ただ一人の第一期生ファーストメンバーですし、プロジェクト47が無名の頃から頑張ってきた功労者ですもの。あー、そういうことか。これってきっと運営さんからのご褒美だと思います。これ言い方変えれば、普通にこの子後輩なのに上から目線だ。ご褒美？それはちょっと信じられないな。この人何歳なんだろうな。だって去年のパーフェクトライブは日本一の観客動員数だったのよ。この見た目だからなんか30代でもおかしくはないよね。そのセンター権を得られるチャンスを厚労省なんかでもらえるわけがない。ただでさえ今年の DOD は7人しか選抜されてないのに。あ、その7人でやるんだな。マリコさんのファンが運営や局に押しまくったんですよ。マリコさんのファン、すっごくとっても熱狂的じゃないですか。ああ、マリコ組のこと？マリコ組？もう40人くらいしか残ってないけどね。すげえネガティブだな。40人いりゃいいと思うけどね。気合も年金も入ってて素敵じゃないですか。もうめちゃくちゃマリコさんのその顔が元気ねえな。まさか、あの人たち何かよからぬ手段で工作でもしたんじゃ。いや、いいんだよいいんだよ、そういうことしたって。操作とか PV の捏造とか前にもいろいろとやらかしてるし。あ、もうやらかしてんだ。そうとしか考えられない。それならこの選抜もありえる。もう少し前向きに考えとけばいいと思うけどな。マリコさんってば。いいおっぱいしてんだしさ。いつもそうやってネガティブに考えるんだから。そう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 、この子名前だけチャールちゃんの言う通りだよ。ランキングなんて言ったら、もうこの子メロンパンみたいな髪型してるからな。チームスマイルからも43位の子が選抜されてますし、今年の DOD はまたなんか違う感じなんですよ、きっと。どうしよう、また炎上騒ぎなんて起きたら。今度こそネガティブウーマンかよ。聞こえてないよ。マリコさん、これから大切な特番なんだし、しっかりしましょう。え、普通に、お前いたのか、お前。お前いたのか。いたんだか。これさ、いつ始まんだよ、デスゲーム。いつまで話せばいいんだよ。もう一回か。これいつ始まんの。これさ、説明書見ていい？ちょっと待って、これさ、説明書ピラピラなんだけど。シーちゃんからもフォローお願い。俺らさっき話してる間、君何したの。シーちゃん死んでんねん。何何知らせ？ね、脳梗塞起きてんのか。しーちゃん、どうしたの、しーちゃん。なんでもない。これ面白いな。うん、これ今のところ普通に面白いんだけど。電源がオフになるんだよね。電源がオフ。これ
から始まる DOD のことを考えてたんだよ。てか待って、マリコさん助けてあげろ。お前ら二人で話してるとあの人ぼっちだぞ。話しかけてあげろ。お屋敷だし、ゲームとかで負けちゃったら知らせアウトとか声がしてお尻食らわされちゃったらどうしようなんて考えてて。なんなのよそれは。ところどころ出してくんな。マリネのフォローだよね。どうしたいつまで悩んでんだ。ハッカーとか暴走族とかマリコ組にはかなり危ない人たちも混じってるし、逆に言えばその危ない人たち味方についてるでしょ。逆に君超強えじゃん。無理無理、マリネゾーン入ってる。一回ぶん殴ればなんとかなんじゃない。ロケか打ち合わせが始まるまで戻ってこないと思うよ。マジかよ。つーかさ、ボケタちゃんは何やってんだろうね。ボケタちゃん、このうちらより先にお屋敷入りしちゃってさ、いつになったら戻ってくんだろう。あ、もしかしても死んでるかもしんない。ボケタちゃんは打ち合わせでもしてんのかな。ボケタちゃんって何それ。我らがジャーマネ、起きた工事の子だよ。ジャーマネね、ジャーマネ。おもジャーマネって呼ぼう。あいつ街ブラ番組の入り時間めっちゃ間違えて知らせに教えてきたの。使えねえなそれは。おかげで知らせ超絶大遅刻、めっちゃ重い現場だったわ。あれはないわ。すげえどうでもいいけどな俺は。けどさ、ボケたはさすがに言い過ぎかな。いいんだよいいんだよ、そいつもバカだ。いいの、本人公認だから。お、とうとうか。え、なんだこれ、飛ばせるのか。あ、飛ばせる。あ、何、お、戻ったね。いないよ、おっぱじまるぞ。これさ、タイトルから思ってたけど、これウソップの声だよね。ビーコー、ウソップとかさ、スピーカー誰の声。ディレクターじゃないわよね。ディレクターっぽい声してんな。でもさあ、愚かなアイドルども、生放送のお映画タイムだ。とっとと中に入るだ。とっとと中に、似てねえな。始まりパクよ、始まりパクよ、パク基準だよ。妻ちょっと黙ります。わあ、すげえ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 。リーブオブザリーブ。さーて、今回の選抜メンバーどもは。ダメ持ちまであと1ミリ。おう、これか。あなたマリコ。ちょっと待って、崖っぷちまであと1ミリってひどくね。普通に文句じゃん。面白いな。これ普通に面白いんだけど。復讐するは我にある。君何したの？何復讐するの？存在詐欺。ただの文句、存在文句言われてる。おお。つまりだらけの幸福。なんかすげえやべえなこの自己紹介みたいな。お。なんかやばす。おお。やばそう。1位え、めちゃくちゃ普通。さっきの2位の方やばそうな気がするな。センターをゲットするのはロードアイドルなのかな。え、やっべ、普通に面白そうじゃん。なんでだろうこれ、なんでこの。おお、ようこそ DOD へ。変な顔文字に見えんな。だから2位気になんな。あ、これか、こいつか。あ、ついじゃん。あ、気になってたやつすぐ終わっちゃったわ。85位。え ?85 位なんて言った？まあ、いっか。マリコの人間関係。お姉さん、やっぱお姉さんキャラね。敵対者は存在しない。でも、クソネガティブだからな。情報や、なんかすげえの書かれたぞ、今。まあ、いっか。ロード長いんだな、これ。ロードが結構長いな。カットしようかな、ロード。ロード黙って、なんか、うん。もう、ナウローディングの右下の画面しか見てねえもん、俺。ちょっと、もしかして、今のが特番のオープニング？え、なんか急に、急にプラス4人増えられても、俺、なんもわかんねえわ。1位と2位普通にいるし、なんかもっとやばいのや。今のひどい V は。なんか、後々出てくるのかと思ったんだけど、普通に違うな。関西弁女子だ。まだな。父さんや母さん、
妹だってこの生放送見てるのね。今思えば存在詐欺いるんだけど。最悪だな、存在詐欺なんて言われて。ふざけすぎだね。あ、好きこの声。水原はどこなの？水原？生放送中？あの子のマネージャーね。沖田さんの姿も見えないし、どういう番組なの？これなんかマリコさん一番最初に死にそうだな。さあ、おっしまったマキュー。来た。これプロジェクト47ビッグイベント DOD ここに開幕。こいつ黒幕っつうか、なんかこのゲームの主催者かもしれないけど、こいつ蹴り飛ばせば普通に倒すじゃない？まあ可愛らしい。可愛いかこいつ。見たことないね。カメラ目線ってことは。さあ、今年も DOD のシーズンがやってまいりました。はい。おいらは今回の司会を務めさせていただくドリパクだよ。おー、ドリパクね。ドリパクってそんなタレント知ってます？こんなタレントいねえだろ。全然。じゃあマイナーなローカルタレント、天下の DOD の司会が？おー、存在詐欺。ありえへんな。この子なんだっけ？おいらが仕切る DOD は一味も二味も違うパクよ。虫かよ。この人の声が俺好きだな、結構。司会者としては正しい姿ね。すげえ王女様みたいな格好してんな。今年の DOD は5つのチャレンジに挑戦だ。最後の一人になるまで愚かな7人のアイドルどもが醜い争いを繰り広げるぞ。おー、楽しいぞこれは。醜いとか愚かとかって毒舌キャラって設定。おー、存在価値。存在価値じゃねえ、存在詐欺。人生に欠ける台本ね。見事5つのチャレンジに勝ち残ったコンプリートアイドルにはクリスマスに開催するパーフェクトライブのセンター券を与える。はい。100名を超えるプロジェクト47のど真ん中。おー、燃えますねこれは。アイドルオブアイドル、てっぺんまでぶち上がった最強最高のセンターだー。いいねー。クローズと変わんねえだろ。本気で奪いに来やがれってんだ。やっと目線を向けてきたか。何のことあらへん。例年通りの優勝者賞やないか。この DOD は生放送で全国にお送り中だ。生放送で人死ぬのこれ。リアルタイムで体感するんだ。すげえ世界。まずは第一のチャレンジ。試されるのは運だ。あ、なにこれ、もうこれテレビっていう画面なのこれ。めっちゃこいつテレビ目線なの。手に入れて審査ルームまで持ってこい。ドリームボール。審査ルームにはビンゴマシーンが待ってる。ああ、ビンゴの数字とボールに書いてある数字が同じなら見事合格。次に進め。はい。それ全然わかんない。天下の DOD がそんなあっさりしてていいの？存在詐欺。そんドリームボールはどないして手に入れるんや？司会者はん、サンドリームボール…ダメだな。売ってるパークね。金取るのか。その通り。ただし、普通のお金じゃ売れません。はぁ、あ、はぁはぁはぁ。だけど、コミュニケーションが取れてきたっぽいわね。うん。今年の DOD では、この仮想通貨、ドリームコインが物を言うパークね。仮想…あ、ドリームコインね。これを手に入ればいいの？お道具さん頑張ってるわね。ああ、存在詐欺。ドリームコインをゲットする方法は盛りだくさんだ。オイラが七宝館のあっちこっちにコインを隠したから、そいつを探し出すパクよ。宝探しやね。宝探しですね。敵にはちょっと地味かも。まあ、絵なんか気にしなくていいんだよ、どう死ぬんだよ。それだけじゃない。時間が進むにつれコインをお前らに振り込んでやる。は？何の報酬かしら。ここで注意。振り込まれるコインの枚数はみんな一緒じゃないんだよな。はい。テレビの前のアイドルファンどもお前だよお前。まあ、俺に指さすんじゃねえ、蹴り飛ばすぞてめえ。テレビのリモコンの D ボタンを押しな。リアルだな。こいつを操作して、お前 D ボタンねえわ。ボタンをプッシュだ。一度プッシュしたらタイマーが回復するまで受け付けねえから慎重にな。アイドルども、ここからが重要だ。いや、ここまで重要じゃなかったのね。まずここまで重要じゃない話、俺全然頭に入ってねえわ。振り込み枚数は応援者の数に比例する。
支持率補修ってところかな。はいはい、まあ、とりあえず支持取れってこと。比例とか支持率ってどういうこと。何そのポーズ、めっちゃ笑顔でそのポーズするじゃん。テレビを見ているファンの支持が多いほどコインを業産得られるいうことや。普通のことね。オッケーオッケーオッケー。なるほど。ランキング下位には酷なシステムね。また自分の世界やるぞ。それはどうかしらね。あ、1位か。番組中の投票って点が油断ならないってことね。この2人が多分強いんだろうな。その通り。コーランカーでもこの番組内でヘマしたらファンはそっぽ向くばくね。今日からデビューしたての新鮮な気持ちでっていうDに挑みやがれ。部屋の探索や支持率報酬の他にもコインゲットの方法はあるパークよ。はい、名付けて暴露ワイヤル。最もエキサイティングでスリリングな勝負だ。はい、暴露ワイヤル全然わかんねえんだけど。これからお前らには変にかけたけど、こいつワードを渡すパークね。敵を見つけて話しかけたらいつでもバトルを宣言できる。お、これ面白そうだな。怪しいワードを憎き相手に突きつけろ。あー、マリコさん相手してやるよ。ポイントゲットパークよ。すげえさっきまで仲良く話したけど、いきなり使おうかな。反撃なんてあんの。ポイントの高い方が勝者だ。相手からコインをがっぽりいただき。こいつこのジャンプで最終的に足くじかないかな。相手の弱みを暴露するいうことやな。ああ、 そんなのテレビで流していいの。あ、その感じあるってことか。だってすごいスキャンダルとかもあるかもなんでしょ。まああるかもね。逆に楽しいぞそういうのは。一切カットしておいてやる。なんでだから気楽に暴露しまくり。リアルだな。さ、うん、何がスキャンダルよ。正解は誰がジャッジするの。オイラだ。オイラはお前らのことすべてお見通しパークよ。こいつ怖えな。つけば知らせ。お前はダイエット中なのに、おとといの夜ビッグチョコモナカをこっそり食べたな。こいつストーカーだぞ。こいつこのモンスター、こいつストーカーだぞ。警察突き出せば多分こいつ死刑だぞ。シエちゃん、そうなの。嘘、モケタちゃんにも隠してたのに。盗撮だ盗撮。俺らに隠し事はできないんだな。なんなのこの司会者。てか無駄に今知らせちゃん、めちゃくちゃ普通に生放送中に暴露されてんじゃん。続いている以上、このドリパクも変なルールも全部番組公認ってことでしょ。ひとまず進行に従って様子を見ましょう。愚かなお前たちは、おいらみたく事情通じゃねえから。相手のスキャンダルなんて見当もつかねえはずだ。こいつムカつくな。そんなお前たちのためにおいらが隠し事のヒントをコインみたく隠しておいたり、意外なあの子の意外な真実を知っちゃえるかも。お、それは楽しみだな。お、そんな。みんなあんのかよ。全員あるんだけど。意外な事実ね。お、ないのか千春ちゃんは。暴露ワードは使い捨てだ。足りなくなったらドリームコインで買うパクね。はい、もう全然わかんないけど。いつでも売ってやるから安心しな。オッケー。コインの業産得るにはコインを使うて三手段を買う。三手段を買う。なんだかややこしいわね。まあ、存在詐欺って言われてるから、この子どんだけヤバいんだろう。コインは他のメンバーにくれてやってもおねだりするのも自由だ。他の子たちのやつよりも存在詐欺がでかすぎて、イメージがでかすぎてこいつしか覚えてない。コインの取引はダミー。そんなやつには暴露ワイヤルを仕掛けちまえ。そうそう、言い忘れてた。審査ルームに入るのにも入場料金としてコインが必要だ。ほんと金金金金、せちがない世の中パクね。いや、結局は金だからね。そんなもう分かってるわ。もう投げよこいつ。バトルにも勝てないヘボアイドル。うるせえよクソ。そんなお前にも救いの手を差し伸べるパクよ。ほうほうほう、なんでこのマリコさん映してんのかな。ゴールデンドリームボール。他のボールと違って数字は書いてないんだな。なぜならこのボール審査ルームに持ってくるだけで即合格の優れもの。これを速攻で俺手に入れちゃえばいいんだよ。おいら優しすぎ。めんどくさいなこいつ。こいつもどっかに隠されてる。
見つけた子は今年の運を使い切っちゃうかも。なるほど。ここのルールは大体わかった。で、脱落者はどうやって決められるの？そんなの、ビリッケツが脱落者に決まってるパクよ。スピード勝負ってことね。なんだか、他のやつも探すんだよね。想像してたのとは違うわね。せっかくじゃんけんやババ抜きの特訓してきたのに。まあ1位だよな。やっぱり脱落者には罰ゲームとかってあるのかしら。あ、それがもしかして死か。世にも恐ろしい死と隣り合わせのデスゲームが待ち受けてるパクよ。さらっと言ったな。死と、大げさに言ってるだけだよ。テレビなんだし。すげえ動き、バイブレーションしてる。スキャンダルの暴露合戦とかそんなの嫌だな。いや、つって心の中で楽しみだなと思ってんだよね。人に言えないこととかそれなりにあるし。あんの？あ、そうだ。いやー、さくらちゃん。あ、さくらちゃん。あ、妹ちゃんとは仲良しパクか。あ、なんでそんなこと聞くの？どうなんだい。もちろん私とのぞみは仲良しだよ。え、さくらじゃないの？オフの時とかよく一緒に遊びに行くし。ふふ、それは良かったパクね。なんなの、なんなのよ。まさかやられたのか。そろそろ時間パクね。アイドルども、コインを集めてボールを買って運試しだ。この先のフロアには D ランキングの低い順から入ってもらう。じゃあ俺有利じゃない。まずはカバタマリト。続いてカラスマリト。そんでもってつくばしらせ。お次は天の字あやか。そして茅ヶ崎千春。俺か。伊佐早れん。名前難しいな。そして最後は D ランキング1位、朝日川姫だ。トップバッターは私ね。 B か。この人好きだな。みんなに渡しておくパクね。ドリパッドだ。これには審査のルールとか暴露ワードとか便利なデータがたくさん入ってる。ほう。わかんねえことや困ったことがあったらまずはこいつで確かめろ。あ、助かる、めっちゃ助かる。全然わかんねえもん。番組のロゴ入りや、それもシールやなくてエッチングやし。エッチング、エッチングって何？意外と予算かけてんだ。それじゃ、EOD スタート。 Get your dream。 よし、やっと始まった。おーっと、なんだ、チュートリアル探索。探索中はこんな情報が採用されてパクね。どれも重要だから気をつけな。現在のファンス、所持しているドリームコイン、一定行動ごとにファンは増え、ファン数に応じてコインが入る。現在のテンション、審査の成功率に影響する。部屋のあちこちに役立つアイテムが隠されてるね。調べられるところから突破しから調べて見やがれてんだ。なんだお前は。その場でテンションがアップ。アイドルたちのスキャンダルのヒント、買い物したり診察を受けて、はい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 。 SNS コメントとかもあんの。今この番組を見ているファンのコメント、応援ばかりとは限らない。同じ部屋にいるアイドルのステータス、あ、そういうのも見れるんだ。なるほどね。難しいな。全然わかんない。全然わかんない。フロア1での審査、ドリーム運試しに。あ、はい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 。まあまあ、やってればわかんだろう。会話では進め方によってお互いのテンションや信頼度が変わる。恋の受け渡しだってできちまう。自分を有利に相手を不利にして。じゃあ、これ騙せるってこと？恋を上げると相手のテンションアップ。恋をもらうと相手のテンション、信頼度ダウン。あ、はは、上げるとでも、でも意味ないよね、それ。雲の、このセリフは相手のテンション上げる対応。下げる対応。なかなかコインがたまらない。そんな時は読みを見て、無理やりぶっ飛んじまえ。ぶんどっちまえ。お次はお待ちかねのバック。はい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 。今回のメインイベント、アイドルガチンコ勝負。ドリームコインを奪いたい。テンションどん底に叩き落としたい。その時は、スキャンダルを叩きつけ合う暴露ワイヤルで決まりパクよ。持っている暴露ワードを組み合わせて暴露スタート。正しい暴露ワードを組み合わせると相手のスキャンダルに変化する。間違っていればスカ。手に入れたスキャンダルメモはヒントで参照できる。ワードが足りなければ特別に購入もできるが割高となる。スキャンダルは爆弾となり、その内容をドリパクにジャッジされる。よりスキャンダルそのものは分かれたアイドルが負け。うわー、すげえ、めっちゃ楽しみだな。
勝利したアイドルは大量のドリームコインを奪い取れる。おまけに勝利の美酒で気持ちよくテンションアップ。でも仕掛けた側がファンが減ってしまうので小さい爆ね。性格の悪いアイドルには、あ、そういうことは、ファンは減るんだ。なるほどね、わかんねえわかんねえわ。ここにあるかな。あ、そうそうそう、これね、買った時にちょっと見たんだよね。ちょっと見たんだけどね、こう探索がクソめんどくさらしいんだよね。え、皆さん風邪をひかないように頑張ってください。あー、そういう風になんか、ね、天やな、そう、好感度上げるみたいな。意外とみんなテレビ見てるんだ。ちょっと待って、移動してみよう。何がクソなんだろうな。普通に面白いんだけど。あー、なんかあるぞこれ。ちょっと待って、ここにあるかな。これとりあえずコイン貯めとけばいいんでしょ。めちゃくちゃコインだ。うん、ファンも270、めっちゃ増えんじゃん。チャレンジに失敗、何してんの。あ、なんか部屋移動。おお、すげえ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 。てかさ、普通にキャラ可愛いよね。存在詐欺も普通に可愛かったよね。あ、ここにあるかな。あ、なんかある。また50円か。これは、お、しらせちゃんの秘密で、気になる気になる。ちょっと待って待って待って、アイドルプロスキャンダル、スキャンダル、これヒントで見れるのかな。知らせちゃん、アイドルどもの上っ面が知りたいパク。こういう風に見れるんだ、スキャンダルは。おいらのおすすめはこっちパクよ。あー、結構スキャンダル多いんだな。復讐するは我にあり。つくば知らせプロダクションキャピタル AB 型なんだ。140、ちっちゃ。35センチじゃない、35キロ。演技モノマネ、うどん美味しいよね。ご当地お菓子を食べる。おお、なるほど。ここじゃねえんだな。どこだ。あ、所持品か。シークレットメモ。うっかり寝坊して大事なイベントに遅刻したことがある。え、なんかこれ結構持ってね。え、なんでこれ結構持ってんだ俺。自分の出身地のなんだっけこれ、ね、についてあまり物を知らない。あ、利き腕のことで隠し事をしている。なになになに。あやか、突然怖くなってレッスンをサボってしまうことがある。なんで。自分のファンに的外れな説教者を我が道を行く連は世間的な流行に無関心。アイドルはそういうのダメじゃない。てかコントローラーのあれが一気に、え、なになに、動かなくなったんだけど。え、え、待って待って待って、たまたまたま、なんだなんだ。お、動いた。なんだよ。地下鉄、待って、地下鉄でマネージャーと別れた時、ろくに探しもせず気軽に警察呼びつけたため迷惑をかけた。別に、うん、ダメか。まあそんな感じのやつね。こんないっぱいあんの。嘘、歌、キャラ崩壊、恐怖、サボり、過信体、説教、粗末、遅刻、テレビ番組、めっちゃあるんだけど。今のところ俺ほとんど意味わかんないんだけど。あ、こういう風にね。あ、待って待って待って、これをドリパクじゃなくて、前以外帰れねえのかよ。なんだよもう。まずどんどん調べてみっか。お、っ見っけたぞ。早速、待って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 、失敗し、あ、挑戦か、挑戦したのね。失敗したのかと思った。またもうあの子さ、別に俺嫌いじゃないから普通にあれなんだけど。てかシラスちゃんの秘密めっちゃ、あ、シラス、こっちか、これか。なんだこれ、リとか。他人と味覚がずれていて料理技能が壊滅的なレベル。人自身は料理がちょっと苦手だけだと言い張る。いやいや、地獄だろ。ここ行けない、ここ行けないんだ。鍵がかかってる。ここ鍵がかかってん、そういうところもあるのね。オッケー、アイドル諸君の奮闘を期待しております。六本木のセイラー。気持ち悪い、なんか気持ち悪いな。取りに行きたいんだけど CM まだ。なになに。待ってかさ、いないんだけど誰も。お、誰かいないかな。秘密いっぱい持ってるよ俺、いつの間にか。また失敗してるし、あいつ。ここにあるかな。なんでよ失敗しすぎじゃね。コインだ。オッケー、コイン。え、お、え、何、マクロワイヤルだ。急に、しかもこの子かよ。え、待って、これ仕掛けられるのこれ。俺待って、ごめんねみんな全然説明わかんねえんだわ。とりあえずやってけばわかんだろ。これどうしたの何だっけ、ボケた。え、何、絶対強えじゃん。2位でしょ。しかも俺この子の秘密なんもねえよ。ちょ待って待って
待って待って、ショップでなんか買うしかねえのこれ。いらっしゃい、タクヨ。ちょっと待ってね、全然わかんない。交際面白そうじゃない？ちょっと待って、これ何ぼすんだよ。もう一回買おう。あと、あ、この200円ってやつがこれか。これ結構持ってね。酒とかなんかありそうじゃない？スポンサー、知識、名前、不正プレゼント。この有名人なんかあるんじゃない？金めっちゃ使ってんな、俺やめとこう。200円は残しとこう。ヒント。待ってね、この何だっけ、レーンでしょ、流行に無関心、あ、そういうワード、俺全然関係ないもん買ったくね。違うな、でもないんだよね。ちょっと待ってね、まあ、適当にやってみっか、一回暴露アタックしてみっか。でもこれさ、あるね、なんだかんだあるぞ。サボり、流行と無関心だったよね。あれあった、無関心、流行に無関心。じゃあイベント関係なくない？これなくせない？いやもうこれバクロアタックだ俺。全米ナンバーワンヒット曲を知らなかった。いや何それ、待って、絶対負けたろこれ。でも相手も俺のこと知らないよね絶対。逆に俺のこの嘘みたいなバクロは強えぞ。待って、おやった、なんで打ち合わせの際ラジオでかかっていた全米ナンバーワンヒット曲を知らなかったレンちゃん。おお、詳しい歌は詳しい、うん、古い歌は詳しいのに流行には昔にバカか。そういうことね。どうよ、俺結構レンちゃん好きだったけど一発目でボコボコにしちゃったな。楽しいな、理解者じゃねえだろ、もろ敵なったの今の。でもファン減るんだよね逆に。でも仕掛けた側だとさ、あ、じゃあ俺変わんなくない、大丈夫じゃない、これさ、ずっと仕掛けられてればいいんじゃないの。そしたら俺無敵じゃね。ただし危険量として掛けコインの半分、あ、ちょっと待ってね、みんな理解できてる、逆に理解できないんだけど、とりあえずやってくわね。とりあえずやってくわね。なんか話しかけるか、伊佐早さん、どうも。この後のこの会話か、ジーンハッピーの茅ヶ崎か、よろしく、いやあげねえよ俺、いくら可愛いと思ってもあげる、自己紹介だな。チームハッピーの新人茅ヶ崎千春だよ。今知ってたろ。よろしく、私は伊佐早蓮。はい、今年もボイコットするの、お父さんがファンなんだよ、まあ一応あげとこう。お父さんがファンなんだよ。へえ、特に伊佐早さんのダンスがすごいって基礎ができてるって言ってた。まあレッスンには時間をかけているし、ダンスには自信がある。おあ、今日のこれお父さんに自慢できるな。それはよかった、お父さんによろしくね。うん、言っとくよ。何この幸せな会話、ちょっと待って、消えたんだけど、ちょっと待って、これ調べられない、あ、調べられる、ここにあるかな。ああ、ドリパッドの、おー、またか、更新されるんだよね、この子のやつ結構手に入るな。もう一回見てみよう。違う、これじゃないな、あ、これだよ、シークレットメモで、これか、テレビ番組に出演した時堂々と嘘をついた。これって意味わかんねえな。嘘つきだし料理クソ下手でしょ、でファンにいきなり説教するんでしょ、意味わかんねえな、そのファンはどう思ったんだろうな、こいつ何言ってんだってなるよな絶対。ちはあんなピンクの変なのに負けるな、ええ、なんか応援されてんの俺。おしーちゃんとマリコさん、うん、戦ってんの、もうおしまいだ、しーちゃん、何全数字が当たらねえ、何遍やっても外れだ。どうしたの、しーちゃん。狂ってんな。知らせのボール、外ればっかだ。ちょっとよくわかんないけど。いつも知らせはこうだ。いつも外れだ。人生報われねえ。うわー。しーちゃん、頑張ってコイン集めて、何度もボールを買ったのに、審査ルームの数字合わせで外れが続いてるの。あ、そういうルールなのね。せっかくの
何この子。うん、しーちゃんパニックかな。マリコさん殺されんじゃねえの。なんといってもパーフェクトライブのセンター権がかかってるからな。まあね、言われ変われるっつうのに、なんでこんなんでつまずくんだよ。しーちゃんオンエア中よ。そうだわ、そう生放送だぞお前。悔しいのはわかるけどちょっと落ち着こうよ。いやそれで今この二人は好感度上げてっかな。この二人はこの子何なんだろうね。なんかあんだろうな。悔しいよ、知らせは惨めだよ。これからもずっとこうなんだ。知らせはハズレくじを引かされ続ける一生なんだ。待って、てかこれお前らどんだけネガティブなんだよ。そんな、この部屋にネガティブ二人いるぞ。目の前に転がってるチャンスも無駄にして染みったれてしぼんでいくんだ。しーちゃん、お、ネガティブウーマンが。知らせ、またコイン貯めてハズレくじ買うから。その必要はないわ。え、これって近いの。おい、ゴールデンドリームボールだ。俺に起こせ。審査ルームに持ち込むだけで合格になる特別なボールのはずよ。でも怖いよなこれ。嘘かもしれないよね。嘘ではないか。マリネ、これどうしたの。てか優しすぎんだろ。別の部屋で見つけたの。この人なんでそんなビリなんだよ。マリコさん、それ持って審査ルームに行くつもりだったとか。ええ、けど、え、これはしーちゃんにあげる。全力で優しいじゃん。やべえよ、ありえねえよ。口を直せよお前。それがあれば合格だよ。とっとと次のチャレンジに進めるんだよ。でもこれがなくても合格の方法は残ってるし。え、怖っ。この怖くね、マリコさん死にそうじゃね。私は別の方法で何とかしてみるつもりだから。え、マジで。けどデビューイヤーの新人さんは第一期生の大先輩の言うこと聞くものよ。優しい。うん、それともこれ欲しくない。欲しいよ。あ、でもこの子にもいい。あれだよね、生きててほしいよね。なら受け取って。ありがとうマリネ。さ、審査ルームに行ってらっしゃい。わかった、知らせ待ってるから。ええ、すぐに追いつくわ。ありがとう、本当にありがとうマリネ。これでよしと。う、罠じゃねえよな。本当に良かったんですか。マリコさんにとっても合格のチャンスだったのに。本当だよ。誰も見てたでしょ。しーちゃん、ちょっとパニックが尋常じゃなかった。あれが演技かもしんねえな。うん、あんなしーちゃん初めて見たかも。場面的にここは私の出番かなってそんな感じがしたのよね。すげえなこの人、すげえ優しいな。それって私があの特別なボールを見つけたのって番組の仕込みかもなって。え、もうこの会話も今生放送で流されてるでしょ。しーちゃんのピンチね。こそこそ話して話せよ。どう対応するかテストしてるとか。まあそれが考えすぎだったとしても、あのボール私にはふさわしくないし。俺一気にこの人応援したくなってきてんだけど。しーちゃんにはまだまだ未来があるもの。あなたもあるでしょうよ。ただのラッキーで合格しちゃって。ネガティブ。しーちゃんが脱落なんてテレビの視聴者だってがっかり者だし。あ、でもこれでこの人を交換でブンって上がるよね。もし私がこのチャレンジで脱落しちゃったら、その時は千春がしーちゃんのフォローをしてあげて。任せないで。チームメイトとして、無理、同期の仲間として無理だ。センター権を目指して二人で決勝戦まで勝ち残るの。ああ、無理だ。な、何言ってるんですかマリコさん。こいつはやる気だぞ。なんかすっかり死亡フラグって感じ。言うなよ。あ、私だってまだまだ諦めてないわ。頑張って番組を盛り上げないとね。だから千春マリコさん、なんかどう言っていいか全然よくわかんないですけど、マリコさん、もっともっと自分のこと優先した方がいいと思うんですけど。あ、それは思うわ。なんかさっきからふさわしくないとか番組のためとか言ってますけど。本当だよ。もうちょっと
グイグイっと自分が自分がってしちゃってもいいかなって。確かにそうだよ。もっと自己主張して貪欲にチャンスをつかみ取れってこと？そうなのかな、どうなんだろう。まあ、もう正直に言えよお前メロンパン。役割ってあると思うの。私のそれは最年長としてチームやグループ全体の幸せを考えること。52歳。だから千春、あなたも早く審査に合格して次に進んでね。いやまあ俺はね、もう俺は最普通に行くよ。大丈夫、私もきっと合格するから3人で決勝まで進みましょう。いや怖っ。一度ぐらいはセンターになってみたいし、罰ゲームなんて最悪だものね。全力でこの人死にそうじゃん。おー合格した。ちょ待って、一回セーブしてんだけどな。セーブどこでやんだろうな。あ、これやったらダメだろう。セーブどこでやんだこれ。まずここのまま終わるか。どこでやんだろうセーブ、わかんねえな。じゃあ終わります。ちょっと長くなったんだけど、区切るかわかんないけど、まあとりあえずなんかねまあまあまあちゃちゃってやっていくわ。もう面白いな、普通に。普通にまだ面白いんだけど。じゃあこれこれで終わるわまたねー。チャンネル登録とコメントと高評価と、あとは何かしらお願いします。